どうも、今週も観葉植物に、水やりをします。で今日はね、2週間に一遍のこの、肥料をあげるというふうになります。これをね、ちょっとこう手にかけてこうやると、その無駄にね、こう肥料をやらんと適量やることができます。この辺もね、しっかりとやっていきたいと思います。あ、これが取れちゃいましたね。では水やりしていきます。いつものようにたっぷりとお水をあげます。こういう感じです。見えますかね。これね、下からこう出てくるのを待ちます。下から一旦出てくるようになれば、もうどん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 、あ、出てきましたね。今下から水が、出てきました。それであとどん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 やって、こうもうずーっと下から下からこう出てくるといった形ですね、まあまあ育ってますね。で、嬉しいこと、お客さんにもだいぶ育ってますねとか、でかいですねとかね、大きくなりましたねとか、こう言っていただいてるんで、こうなんていう、育てがいがあるというか、そういう感じですね。こう下の方もね、こう結構ね、こう生えてきてるんでね、もっと小さいのができてきて、上だけじゃなくて下も出てきたということで、もうまだまだこう成長しそうなね、感じですね。夏はね、冬はまたこう小さくなっちゃう、いつも言いますけども、もうちょっと深く強めます。上向きいきます。これでどんどん下からも出てくる感じで、このやり方はこう観葉植物というか、あの お花屋さんで聞いたんですね。こういう水のやり方した方がいいですっていうか、そういうやり方してくださいみたいなことを言われたんで、そこからこう実践して、そうやってからこうどんどん育つようになったということですね、こう1週間に1回の水やりがすごくいいんでしょうね、ではそろそろ、観葉植物を変えていきます。これはちょっとね、小さい、観葉植物、これもね、ちっちゃいとそこまで小さないですけど、小さめの方なんで、ちょっと、水のこの出す量をちょっとこう調整して、少なめにして、で下から出てくるのはちょっと待ち状態ですね。あ、出てきましたね。今下から出てきたんで、ここからこう、しっかりこう出てくるんで、こう吸い寄る感じですね。しっかり吸ってる感じなんで、ちょっとほんで偏ってるんで、こっちにも、やっていきます。今週はね、肥料やってるんで、またこう、成長する状態になるかなと、これなんかね、すごくこう青々とね、こう葉っぱがしてるんで、すごい艶があるというかね、そういう感じでね、なかなか、こういう植物もね、不思議なもんですよね。育てていくとね、なんかこう、あ、育ってきてるなっていう、普段そこまでまあ意識してないんですけど、こう1週間に1回しっかり見るとね、あ、まだ育っとんなっていうのが分かると、いうところですね、ではまた、2回目のターンに行きますね。じゃあちょっと全体的に見てもらいますね。カメラは変わりますね。これ今2回目のこう水やりをこうしている状態です。まあ、1回も通してるんで、ちょっともう下の方からこう流れていった形。で、これはね、前もね、これ生えてきたなって言ってたんですけど、この下の方がね、こう、どういうか、ここか、上の方が育ってて、下のこの辺もこう育ってきているというところです。この辺が、土がまだ新しいんですけども、これが育ってきているということで、すごいですね。この生命力というか、こうすごいですよね。こうですね。で、こっち側もほら、この艶わかりますかね。艶がこう、
出ているということで、まだまだね、7月末ですけど、末というか、そうですね、7月22日なんで、まだ8月とあるんで、9月とかね、こう育っていくかなというところであります。まあ、楽しみですね、どこまででかくなるか。で、これやっぱほんまはこの、植木鉢をでかくするともっと大きくなるかなというところではあるんですけどね。ということで、今週の、まあ、観葉植物の水やりということでした。